スイッチやる、先週の続きって感じだね。オッケーオッケー、了解です。はいはいはい、昨日俺もそう思ってちょっとスイッチ飛んでみたんだけど、やっぱエッジがずれないって大事だね。このまま行くと昨日の夜と同じぐらいのペースですかね。そんな感じですね。昨日なんかスモールの混んでて、混んでたっつっても今ぐらいですけど、あの平日のオブセのスモールとは思えないぐらいちょうどいいペースだったっす。あ、いいっすね。自然な感じをちょっとあの出したいんで、勝ち取り風にみんな喋ってもらえると。勝ち取り風に、勝ち取り風です。稽古会ってちゃんとみんな真面目にやってんだが正解なのか。いや、こんな緩い方が正解じゃないですか。緩い方が正解。なんか急にねピリッとしてもね、なんかパフォーマンスがいつもより出ない可能性ありますから、ね、あれちょっとテイストが違う、テイストが違う。変わってるの。空中出た時の姿勢がこっちがこうキュッと入ってる、でこっち入ってると目線がこっちに落として出るはずなんで、引っ張ってて反っちゃうと肩越しになるんですけど、うん、今結構いいんじゃないですか。さてじゃあちょっと次僕はあのカメラを撮るという名の休憩に入りますんで、皆さんどうぞ行ってください。ちょっと横からのアングルを撮ってみるですね。そう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 、このラインより手が上出ないように。ああそうだね、その感じでちょっと行ってみてもいいかも。西日がねしばらくこの感じですね。いやー本当この階段にいつもやられるっすね。1本目これに慣れるのに3本ぐらい必要っていう。いつまで食べてられるか。よいしょ。稽古会の様子を届けようと思って撮ってきたんですが、あのバッテリー残量が 8% ということで。皆さん今回ありがとうございました。またまた新たな会員の皆さんもお待ちしておりますということで、ありがとうございます。